当が調査、はい、アンケート、アンケートが点検の結果報告というのは、はい、すごいですよね、はい、最初の見ました、見ました、1枚目にしっかり党として組織的関係がないことは確認済みですがであって、2枚目が8項目あって、あれ本当はもっと9、10、11ってなきゃおかしいんですけど、教団側にどんな便宜を図りましたかとか、図ったことありますかとか、教団への、警察への捜査なりを止めたことはありますかとか、もっと教団から表に出せないお金をもらったことはありますかとか、それが本来聞かなきゃいけないところがない。あと密告的なことも、仲間を他の議員に対して聞いたことありますかとか、そういうのもっと書かなきゃいけないのを、要は8項目のあれ以上は書くなよっていう、最初からこう枠をつけちゃってるんですよね。 その組織性があるなんてことは絶対書くなよってことを1枚目でしっかり釘を刺しておいて、党の方針、党で確認済みという、それ以上のことは絶対書くなよっていうのがあのアンケートなんですよね。だから非常にこう一見そうとは分からないですけど、巧妙にあれ以上のことは出てこないっていう、まあ、そもそも自分の苦しめるようなことは言わないですからね、関係が深い議員ほど。浅い議員はもうあれで、あそこに書いてることでこれが分かりました、もうすいません、もうやりませんってことで終わっていいと思うんですけど、本当に疑惑の中心、もっと中心にいる人は当然自分の政治生命が終わるようなことは書かないですよね。なのでまあ、これを第一弾としてそこから何かやろうとしているにしても、その最初の足かせがあからさまなので、これは結構不自然ですよね。あくまでポーズでしかないという、まあ、これでこうやって公表して、こうやって分かったねで公表しました、いいご気をつけましょう、今後は前に向かって進んでいきますみたいな感じで終わらせようとしているのがもう見え見えという。通常であれば取り調べみたいに同時に2人調べて、あいつはこんなこと言ってたよみたいな感じでちゃんと吐かせる方法があるはずなんですよね。なので自民党が組織性があるみたいなことも絶対書くなよってことも、明らかに欺瞞性がありますよね。萩生田さんが特に今見てて典型なんですけど、最初はこう煮切らない感じで関係を断つとはっきり言わずに党の方針に従ってみたいな、まあ、山本とか井上もそうなんですけど、萩生田さんの場合脱会者の証言で2009年ぐらいに通ってたみたいな話は出たんですけど、まあ、その後それはきっぱり否定した上で、でもその後ですね、萩生田さんが今後は関係を断つみたいなことを言い出したんですけど、その前に何があったかっていうと、八王子市議会議員時代から教会に通ってましたよっていう証言をある人がしてるんですね。それ誰がしてるのかっていうと現役の信者なんですよ。で現役の信者ってある程度教団からコントロールされていて、その萩生田さんにマイナスになるようなことは普通言わないのに、なぜ萩生田さんが市議会議員時代から通って帰ってましたよっていうのをあのタイミングで言ったかっていうと、その教団の体制保護、解散命令なりに進まないためにこう萩生田さんにうまく取り計らってくれよという、そうしなければもっと持っているカードを出しますよという、多分教団側は映像とかも撮ってるはずなんですね、もっと証拠として。でそれを完全に出してしまって萩生田さんの政治生命を終わらせるようなとこまで行っちゃうとトム・ダウレルになっちゃうんで、そうはならずにこれ以上教団にマイナスな方に進まないことをちゃんとやってくれよっていう首根っこを掴んでるっていう状態が今の関係なのか。で現役の信者が市議会議員の時から教団に通ってましたよっていう、あそこで小出しにしているのはそういうことなのかなと。武田さんは表面上関係を断つ、で、まあ、それ教団側とそういう話し合いができた上で、でも教団の体制法にはちゃんと協力しますよっていう、でこのままうまく引きを図ってっていう感じの裏取引をしているのかなって形跡が見えますよね。当然今回の問題が起こるまでは別に政治家がそんな感じで統一教会と付き合うことはバレてもそんなに問題視されてこなかったし、その辺気軽にやってたのかな、気楽にっていうよりは発覚しても問題なかったっていう感じでやってたっぽさありますよね、誰も。そう気にしてない時期だったんですよね。コンビニ感覚で気軽に使っていたと、で使われてもいたと、でどこが報じるわけでもなく問題にもなってこなかった。で選挙は手伝ってもらえるし、ね、まあ、票にもつながるし、はい、ってことですよね。
逆に今こういう感じでこういう問題が顕在で騒がれることに対してなんでだよみたいに思ってると思いますかね、今まで平気だったのにみたいな、社会の状況が変わってしまったことによって問題視されてるだけっていう、あ、そこが根本的なあの人たちのなんていうか、そうそう、なんで反社会的なことをやってる団体と付き合ってきたんだってい う、うん、ことじゃない、素朴な世の中の疑問に対するこうリアクションのズレって、はい、そこじゃないんですよね。で今回教団が今までうちの団体をまともな団体として取り扱ってきましたよねってメディアに圧力かけてもそこなんですけど、今反社扱いしてなかったですよねって、それはその通りなんですよね。そう、あくまでこう暴力団とか反社と付き合ってこっそり付き合ってきたってことで糾弾されているのが今なんですけど、当時はそうじゃなかったんですよ、世間の目、世間もそうだし政治家もそうだし、メディアもそこまで、一般の公共施設を統一教会が使っていた時も僕いくつかそういう施設側に取材かけたとしても、別にその問題ある団体じゃ、一般の普通の宗教団体と同じように、申請自体に問題なければ使わせていましたよってことだったので、あと状況が全然違いますね。この本の一つのテーマである二世信者を使った安倍晋三支持の動きについても、僕はそのこれユナイトっていうシリーズに対抗する保守派の学生組織が教団の二世信者であり、で教団政権からの支持であるとか依頼を受けて教団が活動を二世信者にやらせたってみたいな話を書いてるんですけど、その中で教団側の内部メールを入手して、要はそのユナイトと勝共連合は全く別組織だっていうことを彼らは、学生の自主的な運動だっていうことを標榜してたんですよ。当時僕が入手したメールに、明日 A とか来るそうですと、君の言葉には気をつけましょうって言って、ユナイトと勝共連合は外向けには2つの看板を背負っての活動ですって書いてあったんですね。で外向けに2つの看板ってことは仲一緒じゃないかっていうところで、じゃあなんでそこで看板を2つつける必要があったのかってところから政権の関与があるんじゃないかっていう論を進めていってるんですけど、でそれを記事を出したら急にユナイトが参加団体になりましたみたいなことで体裁だけ取り付けようっていうことをやってきたんですね。ごまかしながら時代に変化をするんですね、辻褄合わせで、はい、細かいところでどこかユナイトの取材に行こうとして、やつらのフェイスブックを見て、横浜で夕方5時からやるってのを見て、僕が行ったら僕が来ることを察知して、僕行きますって書いたんで、僕は来なくていいとかで、いや行きますってやり取りを公開してたんですけど、僕は桜木町だったんですけど、そこで15時ちょっと前に行ったらもうすでに終わっていて、しかも場所が変わってたんですね。でそれを後からフェイスブックを書き換えて、当初からその場所でやる予定でしたっていう、その履歴見ると全部残ってるんですけど、そうやって体裁だけを整えるっていう、まあ、最近なんか政治家絡みの方がおっかないですね。でここのとこもちょっと微妙に不審者が出没したりしているので、統一教会初期追ってた時には当然いろいろ移行されたり、あと自宅を知ろうとして宅配業者を装った電話がかかってきたりとか、いろんなことありましたけど、殴られたりとかは、ただまあでもその時々はそんなに恐怖とかはなかったですけどね、別にこっちもある程度楽しみながらやってたので、尾行もついてきてるの分かるので、いわゆる公安的なバレない尾行とは違うんですか。ちゃんと道の反対側からつけるとかじゃなくて、後ろを正直についてくるんでちょうど交番を通り過ぎた時ぐらいにふっと振り返ると止まるんですよなのでそのまま首根っこを捕まえて、お前はつけてだろうって交番にそのまま突き出して、ただそいつも正直に統一教会の本部から言われて後つけましたとかで正直に白状してるんですよね。カルト問題って決してこう驚々しく恐ろしいっていうところばかりを強調してしまうと、一般の人がとっつきにくかったりするので、カルト問題って非常に滑稽な部分って必ずあるので、そこを膨らまして、まあ興味を持ってもらおうと。で当然深刻な問題は必ずあるので、そこはそことしてちゃんと伝えつつ、もうそういうカルトの滑稽さってところも伝えていこうかなと。それが実は脱会者のリハビリにつながったりするので、対象として笑い飛ばす、自分がいた団体をしっかり笑い飛ばすことでリハビリになるんですよね。思い出したくないとこフラッシュバックしちゃうっていうことじゃなくて、こんなに笑い飛ばしていいような、そんなチンケな団体なんだっていうふうに思えることで、楽になりましたみたいな。こう笑いの対象にするって結構大事なんですよね。自分の中でもしっかり折り合いがつけられると、あの団体怖かった、恐ろしかった、
自分があそこにいたことがダメージだったんだってマイナスのあれがある程度払拭できるんですよね。あ、こんなに笑い飛ばしていいんだっていう、あのちょっと本の出版にあたって改めて統一教会に質問書を当てたんですけど、そしたらあのわざわざ僕のペンネームではなく本名で返してきました、ね、〇〇さんがここまでの努力となんとかでこれだけテレビに出られてみたいなことを陰銀無礼になんかちょっと小馬鹿にするような感じで返ってきました、ね、はい、まあ、そんな工房をずっとやってきたという